こんにちは、海のひとときです。今回はぶっこみサビキ釣りの水中映像を撮影してみました。5分少々の動画になりますので、最後まで見ていってくれると嬉しいです。まず仕掛けを作っていきます。簡単に仕掛けの説明をします。まず道糸からこのような餌かごと浮きがついた仕掛けをつけます。今回使ったものは釣具屋さんの仕掛けを真似て自作した仕掛けになります。その仕掛けの下にサビキをつけて、先端に重りをつけます。この重りは竿の適合負荷に合った重さを選んでください。はい、では早速餌を入れていきます。あ、落ちちゃった。餌はブロックの網エビを使いました。浮きでカゴに蓋をします。ドローンも準備が整いました。では早速水中を見ていきましょう。水と同時に餌が出てしまいました。これは失敗です。しっかりと蓋がされてなかったようですね。今回撮影した場所は水中の動きが分かりやすいように水がきれいな砂浜で撮影をしております。海水浴場に隣接しており、熱帯魚など非常にきれいな魚が多い場所です。今度は成功したようです。餌が餌かごからまだ出ていません。竿をしゃくっていきます。徐々に餌が出ているのが見えますか？このように竿をしゃくると浮きと餌かごが離れて餌が出るようになっています。今回は限りなく潮の流れがなかったので、餌が真下に沈下しているのが見えて取れます。今のところほぼほぼ登頂しているように感じられます。この釣り方の特徴は底を取るということです。深い棚に仕掛けを落とすことによって、表層ではなく海底にいる魚を狙うことができます。アジも時期によっては表層ではなく深い場所にいることがあるので、このような仕掛けがとても有効になってきます。
最後までご視聴ありがとうございました。実際にこの仕掛けを使って釣りをしたところ、小さいショコや20センチを超えるアジが釣れることもありました。皆さんもぜひ試してみてください。またこの仕掛け一式がセットになっている市販の仕掛け、概要欄にリンクを貼ってありますのでご覧ください。ご視聴ありがとうございます。